はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。僕たちは長野県を拠点に LGBT の啓発活動を行っています。歌にしました。聴いてください。本当の僕と出会うために。
行われました、アウトインジャパンにて世界的に有名なレスリー・キーさんに撮影をしてもらいました。アウトインジャパンの展示会中、渋谷区の同性パートナーシップ条例の仕掛け人となった長谷部区長当選の瞬間、僕たちもギターを持ち駆けつけていました。マイノリティもマジョリティもみんな同じ人間、人を思う気持ちは一緒です。それでは聞いてください。君はずっと僕の大切な人。君に出会った19の秋、少し微笑んで頭を下げた君に、19の僕は恋をした。二つ上の君に一目惚れ、あの頃の僕は君の優しさに気づけなかった。優しくかっこよく大きな自分に見せることに必死だった。ずっと一緒にいたいね。君は言う、離れてもずっと大切な人。僕は変化を恐れていた。離れてる形が怖かったから、君は知っていた。気持ちは変わるけど変わらない形があることを、いつしかそれが当たり前になっていて、君の涙に気づけなかった。いつしかそれが当たり前になっていて、君の笑顔に気づけなかった。いつしかそれが当たり前になっていて、君の光に気づけなかった。いつしかそれが当たり前になっていて、着いた時には君はもういなかった。ララ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 ラ、みんなも一緒にラララララララ、ありがとう。いつしかそう
の涙に気づけなかった。いつしかそれが当たり前になっていて、君の笑顔に気づけなかった。いつしかそれが当たり前になっていて、君の力に気づけなかった。いつしかそれが当たり前になっていて、気づいた時には君はもういなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。続けて3曲オリジナル曲聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。最高、ありがとうございます。ちなみに僕たちの歌を初めて聴いたよっていう方、ありがとうございます。本当にたくさんの方が初めて聞いたよって手を挙げていただいたと思うんですが、こんなに盛り上がっていただけて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。今日は、2人で一緒にステージに立っているのですが、普段はそれぞれでも活動をしていて、僕 KSC 講演家西澤芽衣は自分の主催ライブメイブにて互いの違いを認め合い、それぞれの目にそれぞれの花を咲かせてほしい、そんな気持ちを込めて、そんな思いをテーマに、活動を行っています。そんな僕、メイとマイカとの出会いは2年前、マイカが LGBT の啓発活動を行っているよっていうライブにファンとして行ったことがきっかけで、僕は今ここのステージに立てています。本当に自分はマイカがと出会ったことがきっかけで自分の心にも素直に生きれるようになりました。そんなマイカに本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして自分、KSC アーティストの榊原マイカと言います。自分は体が女性で心が中性という性を持ち、今ではこうして堂々とステージで、立っているのですが、誰にも言えなかった時期もありました。そんな中、自分は今自分にしかできないことをこれからやっていきたいなと思っていて、そんな思いで、来年の1月9日に、長野県辰野町というところで、1000人コンサートを行うことが決定しました。イエーイ。はい、本当にこのコンサートをきっかけに、長野県やっぱり田舎なので、なかなか目に見えて、隣に身近にいるかなっていうのを感じてもらえてない部分たくさんありまして、田舎だからっていうわけではないと思うんですが、本当にこの日本が LGBT、身近に感じられる、マジョリティ、マイノリティ皆さんが、身近に感じられるそんな世の中、作っていきたいなと、思いますので、そうですね、本当にそういうきっかけとなるステージになったらいいなと思いますよね。はい、本当にそう思うんですが、今日も、チラシの方もね、持ってきているので、また、終わってからね声かけていただけたら嬉しいんですが、その1000人コンサートの、テーマにもなっている君は一人じゃないからというメッセージを、今日ね後ろ、この T シャツオリジナルなんですが、はい、You are not alone って後ろにも書いてあるんですが、このメッセージを本当に世界中に届けていきたいなという思いで、このギターと歌で、今こうやって活動をさせていただいています。本当にこの最後の曲で終わりますので、皆さんちょっと後ろの方でね見てくださってる方もぜひ前の方に来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、それでは、最後の曲聞いてください、はい、君は一人じゃないから。僕が勇気を振り絞ったら、君が前を向けるなら、僕が一歩踏み出したら、君が笑顔になれ。
辛い時も苦しい時も逃げたくてどうしようもない時もあるでしょう。そんな時は周りを見てほしい。君は一人じゃないから。すいません最後に、はい、はい、あの先ほども言ったんですけど、あのチラシの方も今日持ってきているので、長野県から持ってきているので、ぜひ、はい、この後声をかけていただけたら、嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。私さ、このさ M の形したこの T シャツがすごい可愛いと思ってて、これはあのいくらぐらいなんですか？これ、T シャツ3000円で、はい、販売しております。売ってるんだ。はい、かわいい、おしゃれ。あの、Facebook とかでも、載ってるので、ぜひ、Facebook で。すごい素敵な活動ですね。ありがとうございます。長野県。今日、長野県から吹奏楽団の人が来ていて、県の吹奏楽団なんですけれども、10月31日に長野市の、女性会館、女装会館って人になっちゃった。女性会館で、吹奏楽の演奏会があったりとかするんですね。もしよければ、連絡先交換したいと思いますので、なんか個人的な連絡になっちゃったんですけどね、はい、皆さんぜひ、はい、なかなかね、都会じゃないとね、届かない声とか、それなりのローカルがね、いろいろあると思うんでね、本当に個人的に自分と向き合ったことがあまりない人なので、そう、勉強になりました。私喋りすぎ大丈夫？ありがとうございます。ありがとうございました。また来年もぜひ来てください。来年じゃなくても来てね。